40年以上にわたり世界中を旅してきた男が命がけの航海に挑んでいた。エンジンを持たない手作りのカヌーで4700キロ先にある日本を目指している。男の名は関野義晴、今年63歳。まあ、馬鹿げたことをやってんだけども、馬鹿げたことを通して何か見えてくるものってあると思うんだよね。およそ700万年前、アフリカで誕生した人類は自らも進化しながら地球上に広がっていった。中でもユーラシア大陸から南北アメリカ大陸に及ぶ遥かなる旅、ある考古学者がグレートジャーニーと名付けたその道のりを、関野はかつて逆方向から遡った。1993年南米最南端を出発、さまざまな人たちとの出会いを紡ぎながら足掛け10年に及ぶ旅に出たのだ。それは計らずも地球再発見の旅となる。いろいろな野生動物とも遭遇した。地球という多くの命を育む星の凄さが見えてきた。そして最大の難関、ベーリング海峡。怖さはない？怖い。強風の中、一瞬のチャンスをついて関野はカヤックを漕ぎ出した。そして24時間かけ海峡を突っ切る。1997年8月、ユーラシア大陸に上陸を果たす。しかしそこは想像を絶する極寒の地だった。鹿島平らだね。時に動物たちの力を借りてゆっくりと、しかし確実に歩を進めた。モンゴルの草原ではたくましい少女と出会った。関野はいきなり怒られてしまう。すごいね、かっこいいね、娘に見せてあげたい。大自然の中で堂々と胸を張って働く少女との出会いは忘れられないものになった。砂漠の嵐の怖さも知った。ヒマラヤでは家族で峠を越えるキャラバンにも同行した。旅こそが学校。過酷な自然の中で成長する子供たちの姿を目の当たりにした。そして2002年、人類発祥の地アフリカへ。足掛け10年、5万キロに及ぶ旅を終えた。はあ、嬉しいな。2004年からは太古の人々が日本列島へたどり着いたルートに挑んできた。シベリアからサハリンを経由し北海道へと至る北方ルート。ヒマラヤからインドシナ、朝鮮半島を経由して九州へと至る南方ルート。サバイディ。一番知りたいのは、じゃあ日本人はどこから来たんだろうか、それ以上に俺はどこから来たんだろうかっていうことだね。そして
関野が最後に挑むのは海を渡ってきたルート。インドネシアスラウェシ島から目指すは沖縄石垣島。先人たちと同じスタイルにこだわり、先人たちの航海に思いを馳せながらひたすら日本を目指した。次は白紙ですね。白紙というか、今までもう40年も旅してるから、今まで行ったところに行きたいところと会いたい人とかたくさんできちゃってるから、あと何十年行かなきゃいけないのかなっていう感じですね。人は変わらないね。変わらないですね。成長しないってことですかね。まあ一緒こうやって続けるんでしょう。まあ懲りないっていうことですね。時代と逆行するように太古の人々に思いを馳せながら、ただひたすら人類の足跡を追体験していった。母なる地球は驚きにあふれ、その大いなるものに恐れと敬意を持って生きる人々との出会い、関野良治のグレートジャーニー、それは人類の素晴らしさを再発見する旅だった。翻って今、人類はどこへ向かおうとしているのだろうか。関野良治です。僕が講演で伝えたいことはいくつかありますが、その一つは、当たり前のことが一番大切だということですね。それはアフリカのタンザニアのゴールに着いた時にそれを思いました。そのきっかけはシベリアであった81歳のウラジミルさんというおじいちゃんと出会った時のことなんですけども、彼はスターリン時代にただ単にポーランド人、外国人というだけでスパイ罪として捕まってしまったんですね。それでシベリアという極寒のマイナス50度60度まで下がるところで粗末な収容所、そして粗末な栄養の中で、いろんな強制労働をさせられたわけですけども、その人に出会うことができたわけです。で彼は人間嫌いになって、話すのもちょっと、辛いのかなと思ったらにこやかに話してくれるんですね。でなおかつそのうちに何泊かさせてもらったんですけど、自分はラッキーだったって言うんですよ。なんでって思うわけですね。というのは20代30代40代って、一番大切な時に非常に不自由な生活をしたわけですね。でそんなのなぜラッキーだと思うんだろうって不思議だったんだけど、そのうち彼をね、僕は本当にこの人はハッピーかもしれないと思ったんですよ。でそれなんでだか最初分かんなかったんで、そのうち気づいてくるんですね。それはなぜかっつったら、その20代30代40代ってその大切な時期に、その私たちにとっては本当に当たり前なこと、要するに家族と一緒に住めるとか、好きな仕事を選べるとか、好きなとこに住めるとか、好きなとこに旅できるとか、あるいは好きなことを言えるとか、好きなことを書けるとか、そういうことを一切封じられてきたわけですね。そうすると私たちに当たり前なことでも、彼はそれがいかに大事だってことを誰にも感じてるわけですよ。それを今味わって噛みしめながら暮らしている。だからなんかハッピーに見えたんじゃないかと思ったんですね。で私たちは案外当たり前のことっていうのは、その亡くなって初めて大切だってわかる。例えば病気になった時に初めてその健康がいかに大切かってわかる。あるいは山を歩いてて水筒の水がなくなった時に
まあ、水がずっとなくって、まあ、沢に出て水に出会った時のその水のうまさってないですよね。で、なんと水がありがたいかと分かるわけですけども、やっぱりあの水とか大地とか空気とか、それも私たちにとってきれいであって当たり前なんですけども、でもそれが汚されてみて初めてこうきれいなことが当たり前だって分かるわけですね。で、そういうふうにやっぱりあの、まあ、当たり前のことが一番大切で、それを自分たちで守っていかなきゃいけないんだと、思いました。それからもう一つはその人の評価の仕方ですね。その今だんだんもう短期間で半年あるいは1年でこう人を評価する傾向が強いと思うんですね。そうするとどうなるかっていうと、もうなるべくもう1年でこう何かやんなきゃいけないから失敗しちゃいけないわけです。そうすると実験的なこと、あるいは前衛的なこと、あるいは冒険的なこと一切しないわけですね。で、逆にその長い目で見てもらうと、その一つや二つの失敗はいいわけですよ。その10年後、20年後、30年後に何か成し遂げればいいわけですから。で、私が若い頃からこう映像関係の仕事をしてるんですけども、その、まあ、こいつなんか頼りないなとか、大丈夫かなと思いながら、でもこいつなんか20年後、30年後は何かやるかもしれないっていうと、思うと、ちょっと、やらせてみようと思って、こう、これで、この金でどっか行って、取材に行ってきたらっていうプロデューサーが何人かいたわけですね。とか、今はもう自分が1年とか半年で昇華されるから、人を育てるどころじゃないんです。だから、やっぱり人を育てるためには、やっぱり長い目で人を評価してあげないと人は成長しないと思うんですね。なおかつその失敗をしないようにチャレンジをしないっていう人が増えてくると、やっぱり社会全体が淀んでしまうし、そうするとなんかつまらない世の中になってしまうんですね。だからそういうこと、もっと長い目でまあ、人を評価していった方がいいなっていうのが、まあ、自分の体験から感じたことです。で、まあ、講演会で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。